おはようございます。おはようございます。今日一日密着お願いします。よろしくお願いします。今日の一日はどのような流れですか？今日はまず11時から1軒目お客様のところに行って初回のお面倒をさせていただきます。で、13時から16時までは新規のお客様何軒か回っていくつもりです。で、16時からまたアポイント取ってるお客様がいるのでまた初回のご面談をさせていただく予定になってます。で、17時に帰社してその後ちょっと作業をして退勤するつもりです。2022年卒の1年目営業部営業一課所属の西澤光です。主に今はもうお客さんのところを回って新しく取引を開始していただけるように頑張っています。結構多趣味でアーティストの音楽ライブに行くこととかカメラで写真撮ることとか野球観戦、その3つがもう今自分の趣味の本当に生きがいの一つですね。え、部活野球部？いや、サッカー部なんです。サッカー部か、はい、もともと何ですかね、物を売る、物を長く使ってもらう、そういう営業スタイルとは違うよってのは面接の時点で聞いてたので、プレカットの技術だったり目に見えない部分での勝負になるってのは最初から分かってたって。もともとプレカットっていうものをあまり知らない状態で自分会社に入ったので、設計 CAD 担当がいて図面を獲得してくるっていう営業がいて、学部とか建築学とかではないですね。ではない。営業は3ヶ月間品原商店の小玉の工場で研修があります。1ヶ月間 CAD にいてそこで図面などを見て名称だったりここに使われる木材ってのはこういうのが多かったりこういうところに注意しとかないと営業になった時に大変だなってのは勉強することができました。その後に生産っていういわゆる加工のラインですね、そこではもうこういう風に加工してて梱包をして持っていくっていうのが一通り学べた。 CAD からラインに行く途中だったりで不備があったら困るから営業がそこを動かなきゃいけないとか、ラインに行くためにはお客様からの承認が必要でそれをもらうための動きをするのは営業だったりとかってのは知れてよかったな。一個のことを覚えるのにもちろん時間はかかるんですけど学べる環境ではあるのかな。木材のこと、木造住宅のこと、プレカットのこと、そういったことはその工場研修がすごい生きたと思います。生活リズムを整えることだったり、父親も営業職の人間だったので簡単なノウハウを聞いたり、会社から木材に関する本をいただいたので木造の住宅の根幹を知るってのはやりましたね。一番最初採用担当の方とウェブでの面接をしまして、で二次面接で専務、最終面接で営業希望ってのがあったので営業部長と面接をさせていただきました。内定をいただいて3月の終わりに入社前の研修もあって4月の2日からですね工場研修が始まりました。これから行かれるところは、はい、どういったところなんですか？今日は新規のお客さんで以前名刺だけちょっとお気に入りさせていただいて、で担当者の方の名前も聞けたので電話してみたら話だけでもちょっと聞いてくれるっていうことなので、最初は行きます。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？一応、まあ、図面もらえる約束はしてきましたので獲得に向けて頑張っていきます。おめでとうございます。最初は何喋ればいいんだろうって思ってましたけど、はい、まあ、話すことはもうある程度分かってきて、あとなんか決定に欠ける一言だったりこれ聞かなきゃいけなかったっけってことだったりを、はい、まだたまに忘れてしまうのもあるので、それを減らしていくっていうのが本当にもう今月中の目標ですよね。なんかそういうのって先輩社員からとか、はい、アドバイスとかっていただける、まあ、もう基本的に今日どういうことがあったかっていうのは三鷹町の方に報告してるんで、はい、その報告の中で聞かれたことに答えられないと、はい、どうですか、いやそれは聞かなきゃじゃんと、はい、っていうようなことを言われるので
それでだいぶ立ち返ったかなとは思っています。どこ好き？サッカーチーム。一番好きなのはマンチェスターシティです。あ、シティか。イギリスなんですよ。強いな。もともと国チームってよりもデブライネがめっちゃ好きで。今はどちらに向かってるんですか？新規のお客さん行こうと思ってて、飛び込みでの営業になる。もう図面をもらってくる。図面をもらう約束をするってところですか？今日は行けたら3ぐらいは行こうと思ってます。どうでした？次に向かいたいと思います。はい。同行させていただいてたので、あ、こういうこと言ってるな、あ、こういう言い方してるな、まあ自分なりに、あ、じゃあこうしてみようかなとかってのは考えるようにしてます。じゃあ2軒目も行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。次また頑張ります。はい。目標ノルマ3件超えてのプラス1件目です。まだ4件目。図面もらえてないんでもらってきます。じゃあ頑張ってください。行ってきます。行ってらっしゃい。ダメでした。ダメでした。ダメでした。これで最後の商談というところで。そうですね。どのような思いで臨みますか？それをもらえるような商談にしていこうと思います。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。行ってきます。いってらっしゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いかがでしたか？とりあえず、はい、図面、過去の図面ですけど、はい、いただけることにはなったので。おお。ただまだまだまだちょっと営業力不足を痛感した。話に詰まってしまった、言葉に詰まってしまった。事前に一応考えてはいたものが頭からちょっと抜けてしまったり、こういったことってできんのっていう質問にちょっと即座に答えられなかったりっていう知識不足がちょっと顕著に出てしまった商談でもあったので、こっからもうちょい場数を踏んで今回の糧にできるようにもうちょっと営業力を上げて頑張っていきます。とりあえず目標としてた図面の獲得については、まあ一番の目標であるこれからの図面の獲得にはならなかったですけど、過去の図面だけ最低得点でそれ本当にできたので、ちょっとそれでうちの価格してもらって取引までつなげていければと思います。この後の予定は、テーブル順守に戻って事務的な作業ですね。残りは運転とかしてるとやっぱメールとか見れないんで、お客さんから来てるメールを確認して、まあ返信と、そこでやることがあったらそれをやる。はい。あとはその、まあ、今の目標でもある図面の獲得、その図面の登録ですね。本社のディレクチームと工場にこういう図面来ましたっていう登録の作業が今事務作業のメインですね。なるほど。あとは先方に提出する予定の見積もりが上がってきたら、内容が間違えてないかを確認。ありそうですね。まず1年後、今日いろいろお客さんのところも回ったりして説明ができない、ちょっと後で連絡しますみたいな話してしまったので、すぐにそこで答えられるようにっていうのはしていきたいです。まあ木材に関すること、プレカットに関する知識を蓄えていきたいです。で、2年後にはまあある程度成長した姿を上の方に見ていただいて役職を持たせていただけるような立場になっていたいです。で、5年後には今主要なお客様って呼ばれるところを自分が開拓しましたって言えるぐらいの活躍を見せれるようにしていきたいです。で、10年後ぐらいにはもう後輩もたくさん増えていると思うので、しっかりとプレカットのことを、木材のことを、図面のことを、いろんなことを教えられるように、そこでちょっとごめんそれ分かんないなってなんてやっぱ恥ずかしいので、そこでしっかりと教えられる、後輩教育ができる人間になっていきたいと思ってます。お先に失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。